それでは単語を一緒に読んでいきましょう。あります。あります。います。います。いろいろな。いろいろな。男の人。男の人。女の人。女の人。男の子。男の子。女の子。女の子。犬。犬。猫。猫。木。木。もの。もの。スイッチ。スイッチ。冷蔵庫。冷蔵庫。ベッド。ベッド。ドア。ドア。窓。窓。ビル。ビル。公園。公園。や。や。上。上。下。下。前。前。後ろ。後ろ。右。右。左。左。中。中。外。外。隣。隣。近く。近く。間。間。や。や。奥。奥。フィルム。フィルム。電池。電池。箱。箱。テーブル。テーブル。棚。棚。ポスト。ポスト。喫茶店。喫茶店。本屋。本屋。乗り場。乗り場。券。券。一番。一番。断目。断目。人。人。動物。動物。もの。
もの、植物、植物。はい。それでは本文に入っていきたいと思います。います、ありますを使って表現をするところです。では、実際に本文を見ていきましょう。こちらの二つを見てください。場所に人がいます。場所に動物がいます。場所に物があります。場所に植物があります。人、動物はいます。物、植物はありますを使います。それではこちらの単語を見てください。男の人、女の人、男の子、女の子、犬、猫、木、物、冷蔵庫、ベッド、ドア、窓、ビル、公園、箱。このような単語を使って例文を作っていきたいと思います。例えば、教室に男の子がいます。公園に犬がいます。冷蔵庫にミルクがあります。公園に木があります。このように例文を作ることができます。そして次の例文を見ましょう。先ほどの人、動物、物、植物は前に、場所は後ろに。人は場所にいます。動物は場所にいます。物は場所にあります。植物は場所にあります。先ほどのように例文を作っていきます。女の子は教室にいます。猫は公園にいます。本は机にあります。花は公園にあります。このようにいろいろな例文を作ることができます。それではこちらの文章を見てください。この文章を一緒に読んで発音の練習をしていきたいと思います。それでは一緒に。木の後ろに男の人がいます。木の後ろに男の人がいます。木の上に猫がいます。木の上に猫がいます。箱の中に本があります。箱の中に本があります。公園に花があります。公園に花があります。女の子は学校にいます。女の子は学校にいます。木は公園にあります。木は公園にあります。はい。それでは次も、います、ありますを使って表現をするところです。
次は、このように疑問文を作ります。場所に誰がいますか？人がいます。誰もいません。場所に何がいますか？動物がいます。何もいません。場所に何がありますか？物があります。植物があります。何もありません。先ほどやったように、人、動物、物、植物。人、動物の場合は、います。物、植物の場合は、ありますを使います。ただし、誰もいません。人の場合は、誰もいません。動物の場合は、何もいません。と変化します。また、物、植物の場合は同じです。何もありません。となります。実際に例文を作っていきたいと思います。使う単語は先ほどと同じです。例えば、教室に誰がいますか？先生がいます。誰もいません。公園に何がいますか？犬がいます。何もいません。冷蔵庫に何がありますか？食べ物があります。何もありません。うちに何がありますか？花があります。何もありません。という風になります。そして、何々や何々などがいます。何々や何々などがあります。この複数のものを使った表現を練習していきたいと思います。例えば、学校に誰がいますか？男の子や女の子などがいます。公園に何がいますか？犬や猫などがいます。教室に何がありますか？本や辞書などがあります。公園に何がありますか？木や花などがあります。このように答えますね。では、こちらの文章を見てください。こちらの文章を一緒に発音して練習していきましょう。会議室に誰がいますか？会議室に誰がいますか？公園に何がいますか？公園に何がいますか？学校に何がありますか？学校に何がありますか？犬や猫がいます。犬や猫がいます。はい、続いて、います、ありますを使って表現をするところをやっていきます。こちらの二つを見てください。次も疑問文です。人はどこにいますか？動物はどこにいますか？どこどこにいます。物はどこにありますか？植物はどこにありますか？どこどこにあります。このように答えていきますね。
う単語は先ほどと一緒です。例えば、男の人はどこにいますか？トイレにいます。犬はどこにいますか？ベッドの上にいます。本はどこにありますか？箱の中にあります。花はどこにありますか？ビルの上にあります。このように答えていきますね。ここには場所が入ります。それではこちらの文章を見てください。一緒に発音して練習をしましょう。それでは一緒に。彼はどこにいますか？彼はどこにいますか？トイレにいます。トイレにいます。あの会社のビルはどこにありますか？あの会社のビルはどこにありますか？東京にあります。東京にあります。はい。それではできましたか？